さあ今週もやってきました。はい、ツートライブの街角スクープでございます。今日もバチバチ撮っていきますよ。行きましょう。まあ、まず今日はこのクルーで行きます。どうした。前4人5人いる時もあるんですけど、今日は3人どんどん人が少なくなっていく、はい、今日はですね、広島の冬の味覚といえば、だから分かるでしょう。僕はね、広島出身なんで、もうもちろん分かってるんですけど、お好み焼きか。いや違います。あれは、ね、たこ焼きか。違う、それは大阪です。お鍋。違います。言っちゃってください。もうからつけ麺みたいな流行ってますよね。B 級グルメみたいな。わかりますけど、流行ってますけど、あれも美味しいんですよね。あら、冬の味覚といえば、冬の味覚といえば、はい、もうお願いします。はい、あ、こたつに入って食べるおせち料理。牡蠣や。牡蠣で決まってるやん。なるほどね。ツートライブのマシカドスクープ。今回取材するのは、広島が全国に誇る特産品牡蠣です。先月出荷が始まり、これから旬を迎えます。ここ数年、広島の牡蠣を盛り上げようと活動しているキーマンがいるというので。あれあれ、明らかあの方じゃないか。絶対あの方や。ちょっと見てください。ちょっと、あれ、どうも。あ、どうも、こんにちは。こんにちは、はい、牡蠣空軒の山根です。いや、もう思いっきり牡蠣のキーマンですもんね。でも好きすぎてシャツも作ってあ、そうですね、はい、牡蠣空軒、はい、これ何なんですか。牡蠣空軒、これはですね、はい、あの、広島を世界一美味しく牡蠣が食べられる街にするために集まった、うん、牡蠣大好き人間たちの集まりでございます。牡蠣大好き人間の集まり、はい、牡蠣好きな割にはレモン多いな。多いな。レモンも広島の名物なんです。ああ、なるほど。はい、牡蠣空軒。牡蠣空軒は、牡蠣の生産者や料理研究家から歌手、タウン情報誌編集者に至るまで牡蠣好きが集まって2019年に結成されました。広島を世界一おいしく牡蠣が食べられる町へをコンセプトに、広島の観光を盛り上げるさまざまな活動を行っています。牡蠣、はい、が好きっていうのであれば、何でも誰でも携われるってことで、もちろんお二人も今日から牡蠣空軒で、ほな、例えば牡蠣空軒で僕らが牡蠣の女漫才を作りますってなったら、いいというような感じになるってことですね。いい。広島市中区のイタリアンバル、ルチオ。ここで牡蠣空軒が編み出した料理が3年前から提供されています。ここでは何が、白い牡蠣フライが食べられます。白い牡蠣フライ、フライイコールもあの狐色のイメージですけど、うん、それはここでしか食べられないんですか。何店舗かはあるんですけど、あの、定期的に出されてるのはこちらが主になります。なるほど、はい、ソースは、ソースはなし、海の味です。海の味、タルタルの力借りないんですね。借りないんです。おろも、牡蠣フライ史上初ちゃいます、タルタルの力借りに、はい、確かにタルタルね、牡蠣フライで言えばタルタル。ルチオのオーナー安原さんも牡蠣空軒のメンバーで、白い牡蠣フライの商品化に一役買いました。牡蠣フライはラードの油でじっくりと揚げられます。お待たせいたしました。うわ、白い、白い、あれまだ揚げてないんじゃん。これは白いな、天ぷらみたいな色味というか、フライとは思えないですね。これパン粉は糖度が低いものを使っておりまして、はいはい、ステーキなどにもよくあるメイラード反応という茶色くなるような反応を起こさないような、はい、パン粉を使っております。だいたい130度前後ぐらい低温で揚げておりますので。普通は何度ぐらいで揚げるんですか。だいたい160から180度ぐらいで皆さん揚げられてるんで、この30度50度でだいぶ変わってくるってことなんです ね。 そうですね、まあ、色がつかないことが目的というよりは、はい、中の牡蠣をできるだけ生に近い状態が、なるほど、うまそうやな、それは、ジューシーに食べていただけるで、これはもう、え、何もつけない、レモンを絞るわけでもなく、そうです、本当、そのちょっとレモン一個だけ、いや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 、これ本物ちゃうから、いや、じゃあちょっと、じゃあもう一口でいきますよ、はい、あ、ちなみになんですけど、こちら貝柱 と、奥の、身の方、上と下で味が変わってくるんで、二口でいかれる方が、なるほど、じゃあそれでいかせていただきます、はい、ぜひぜひ、まずは貝柱の方から、はい、うん、もう貝丸なし、ほんで、じゃあ身の方、はい、ぜひ、なるほど、一個でちゃう食べ物、あら、そうそう、って言っても過言ではない。あの、貝柱の方は牡蠣って貝やったんやを思い返させてくれる、ちゃんと牡蠣、身の方がここにジュースのタンク積んでました。あったかいジュースが、あったかい牡蠣ジュースが、牡蠣ジュースが美味しい。山根子さんどうですか、これ、一ついきます。ええー、もういいんですか。だって大の牡蠣好きなんでしょ。そうですね、はい、うわ、
やっぱ美味しそうやな。食べてみても美味しそう。幸せそうやな。美味しい。やっぱ柿、やっぱ大好きなんですね。はい、正直、ね、口の中に入れる前は、うん、いやちょっと塩ぐらい振った方がいいんちゃうかとか思ったりしたんですけど、うん、全くいらない。いらないですよね。そうですね。これ130度の温度ってことは他に揚げ物店で出されてたとしても、うん、それと一緒のことはできないってことですもんね。そうですね。これが手間がすごいかかるはずやねんな、はいはい、ラードやし、そうです。それだけのための油を用意してるってことですよね。おっしゃる通り。フライヤーを、はい、これ1個いくらで出してるんですか。今1個700円で。あ、はい、安いよこれ。いいですよ、殻付きの限りね、うん、この続いてやってきたのは広島県観光連盟です。ここでまだマスコミへの発表も終わっていない牡蠣の新商品をどこよりも早く取材することが許されました。その商品を開発したのが三谷製菓です。三谷製菓さん、お菓子屋さんってことですか。あ、お菓子屋じゃないんです、はいはい、どういうことですか。三谷製菓ってお菓子屋じゃないんですか。あ、お菓子屋じゃなくて、はい、最中の皮を専門に作ってる会社なんです。だからあれか、中のむき身だけ最中に入れてそのまま食べる。流行るかなそれ。昔ながらのモナカの皮だけでなく、可愛らしいマカロンのような皮まで手掛ける三谷製菓。今回新たに開発した牡蠣の商品というのがこれです。これは何やろう。牡蠣モナカ味噌汁や。新商品は日本人の食卓に欠かすことのできないお味噌汁です。牡蠣の出汁が入ったフリーズドライの味噌汁の素を牡蠣パウダーを練り込んだモナカで挟みました。牡蠣空間で毎シーズン、はい、そのいろんな広島の、うん、まあ、牡蠣を使って何かしたいなと思ってくださる皆さんに、はい、牡蠣使って何かどうですかっていうその巡礼みたいなのをしてまして、そしたらこちらのモナカ夫人が興味を示してました。モナカ夫人。そうです、モナカ夫人。モナカ夫人って言われてる。モナカ夫人と呼んでます。モナカ夫人。モナカ夫人、はい、すごい名前だな。発売はいつになるんですか。11月1日発売です。11月111の、はい、ほんで紅白、はい、1月1日ぐらいのこのね、正月になったらこの紅白でいい感じで。あ、確かに。あ、もう狙ってたんじゃないですか。何も気づいてないままやってますね。だから直感でお二人やったことが全部いい方向。確かにこれね、発売のシーズン的にそうやって紅白っていろんなところに使えそう。いいよ。ということで早速牡蠣のお味噌汁いただいてみましょう。周平魂は濃いめが好きだということで。最初うん、この濡れただけ。いやもうちょっと入れた。いやそれはそうです。そうです。全部突っ込んでくれる。いただきます。この味噌汁自体は、あ、味噌汁やと思うんですけど、そこから鼻にファーンとこの牡蠣の香りが入ってくる。美味しい。この広島菜っていうのもなんかええ感じやな。うん、ええ感じのアクセントで。そうそう。広島菜ね。何がおもろいですか。いやいや、いや嬉しいです。おもろいですか。嬉しいです。ずっとそのモナカ夫人に嘲笑われてる感じなんだけど俺、そのモナカいただきますよ。あ、うまっ。うまい。あの、うん、お餅ですやん、うん、もち米からできてるんで、うん、モナカの皮。あ、最高やわ。結構想像以上に もちもち、うん、もち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 してます、ね、だからこうやってすごい新商品。ああ、これが新商品。今は記者会見もしてない、記者発表もしてない。ツートラックが一番最初に食べたぐらい食べたっていう。はい、こちらですね。味噌汁に加え牡蠣のエキスが入ったビールも販売されます。